ローザンベル連合王国を制圧した新連邦軍はその後沈黙を守っており、今後の動向が注目されます。なお今回の事態に対しエスタルド政府はガスタール民主共和国との関係をより一層堅固なものとして新連邦に断固たる態度で臨むという声明文を発表しました。おはようさん。悪いけどキッチン借りてるよ。あら、朝ごはん作ってくれるの？まあね、こう見えても俺料理得意なんだぜ。いけれ、コーヒーできてんだ。持ってくるね。おかしな人。砂糖とミルク入れる？ええ、お願いするわ。そう、悪いんだけどしばらくここにいさせてもらえないかな。誰かに追われてるの？そうじゃなくて、なんつうかな、いろいろ面倒があってね。よくあるでしょ、自分を取り巻く環境に嫌気がさしてブルーぶっこいちゃう時がさ。なんとなくわかる気がするわ。ん？ここもね、かつてはエスタルドの一部だったの。でも新連邦の奴らに力ずくで占領されて、みんな辛い思いをしてるわ。だけど市民の中には自由のために戦おうとしている人も。名前。え？名前まだ聞いてないんだけど。あ、そういえば私も。俺はロアビ。私はユリナ、ユリナ佐野原よ。長官が来たみたいね。ノーザンベル連合王国の敗北は同盟関係にあるここエスタルドの国民を不安に陥れた。しかし彼らの不安は新連邦の存在だけではなかった。要するに民族問題だ。エスタルドとガスタールは同盟こそ結んでいるが民族的には対立している。地球連邦以前には民族浄化戦争をたびたび引き起こしていたらしい。民族浄化戦争？対立する民族を根絶やしにする戦争のことだ。そんな二つの国の間に入っていたのがこのノーザンベル。だがここは新連邦によって国そのものが解体されてしまった。つまり喧嘩の仲裁役がいなくなってエスタルドとガスタールの関係が悪くなるってこと？そういうことだ。この国の人たちはまた民族紛争が起きるんじゃないかと心配してるのさ。あら、ウィッツとガロードは？ガンダムボーエなら死んだみたいに眠ってるよ。ウィッツもな。二人とも寝ぼすけなんだから。よーし、起こしてきちゃおーっと。やめにしとけ。二人とも昨日の戦いで疲れ切ってるんだ。
ゆっくり眠らせてやれ。お前も私も戦争という呪縛から逃れられんのかもしれんな。チェー、つまんないの。ねえちょっと聞いてよサラ、ドクターったらさ。サラ。ああドニア。どうしたの。うん、なんでもないの。ロービー、昨日から帰ってないんだってね。そうみたいね。おまけにキャプテンもいないし、気がついたら一人ぼっち。新連邦が出てきてからみんなおかしくなっちゃったみたい。セインズアイランドが。見ての通りよ。3日前に新連邦軍に制圧されたわ。今はゲリラ狩りをしているの。あの人は。マイルズなら死んだわ。マイルズだけじゃない。セインズアイランドの行政府の連中はみんな銃殺系よ。売りに出してるうちの商品見てく？モビルスーツ欲しいでしょ。いるような気がします。よう、ティファ。ガロードも起きたのか。なんだ。同じ新連邦の兵士をためらいもなく始末するとは大したものだね、兄さん。戦争が趣味だというのが口癖の男だからな。あのブリトバという機体も自分専用に作らせたものらしい。東部戦線のカリュードだっけ。そのあだ名も伊達ではなかったようだな。彼らのことはどう報告するの。戦場だからな、どうとでもなる。よしよし、お前どこから来たんだ。お手並みは拝見したよ、ドゥエート・ラングラフ。こいつ迷子みたいなんだ。それは気の毒なことだな。君にチャンスを与えるよ。ダブル X を倒せば2階級特進を約束する。うん、分かったよ。よしよし、いい子だなお前は。こらよせよ、くすぐったいだろ。くれぐれも伝えておいてくれたまえ。もう一人の君にね。ああ。この日の夜、エスタルドを震撼させる出来事があった。新連邦軍とガスタール政府との間で突如和平条約が締結されたのである。
これによりガスタールは事実上新連邦政府の傘下となった。どうしてだ、どうしてガスタールは新連邦に寝返ったりしたんだ。奴ら新連邦に組みする代わりに長年の民族紛争にケリをつける気なんだろうぜ。恐れていたことが現実になったようだな。そんな、戦う相手は新連邦だけじゃないっていうことなのか。ガスタールと新連邦が手を組んだことにより我が国は完全に孤立しました。選ぶべき道は2つ、無条件降伏か徹底抗戦か。議会は降伏すべきであるとの結論に達しております。断固戦うべきである。それが軍部の総意である。あとはウィリス様、国家主席であるあなたのご決断です。もう少し考える時間が欲しい。だがその願いは叶わなかった。ガスタールと新連邦は連合軍を編成し、エスタルドとの国境に主力部隊を配置させたのである。わからない、僕にはどうしていいかわからないよ。ウィリス様。仕方ありません、国家主席に代わって私が決断いたします。貴様何の権限で。私は先の国家主席よりウィリス様の補佐役を仰せつかっているのですよ。ウィリス様にもしものことがあらば全てを私に任せる。先の国家主席のご遺言をお忘れですか。降伏しかありませんね。戦いを選べばノーザンベルの二の舞になるのは明白。ましてや敵は新連邦だけではない、ガスタールも今や敵なのです。もしも彼らに敗北したならば我が民族は根絶やしにされる恐れすらある。破滅の道を選ぶより誇りを捨てても生きる道を選ぶべきです。よろしいですね、ウィリス様。お聞きのように閣議は降伏と決定いたしました。国を閉じるにはそれなりの準備がございます。国民への発表は10日後といたします。ウィリス様、老いぼれのわがままお許しください。あのじいさんが出撃しただって。間違いないのか。本当だよ、モビルスーツは全部で10機。しかもあのじいさん、博物館に飾っとくような年代物のモビルスーツを持ち出したんだ。どういうことだよ。たった10機で勝てるわけねえだろうに。勝つつもりはないのかもしれん。え、死を覚悟しての出撃だというのですか。おそらくな。おい、どこ行くんだよ。ガロードたちは将軍を連れ戻すつもりです。